こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます、青子です。やっと、この時が来たな。R7 の動画を今年の5月にアップしたから、約7ヶ月後の国内発表ですね。今回は発売し、価格、国内仕様の内容などをサクッとピックアップしてお届けするぜ。長かったですね。果たして、青月予想価格は当たったのか？国内仕様に変更はあるのか？特別カラーは何台限定なのか？買って予想の答え合わせといきましょう。それでは、青月電子代、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。発売日と価格、カラー&デザイン、車両サイズ、足腰回り、エンジン、主要装備、販売台数、まとめ、です。じゃ、始め、か。発売日と価格。一番気になってた内容ですが、スタンダードカラーの発売日は、2022年2月14日だ。バレンタインデーですね。チョコじゃなくてバイクがプレゼントなんて、粋な計らいだ。で、ロードレース世界選手権参戦60周年記念カラーは400台限定で、2022年3月14日発売だ。こちらはホワイトデーですね。チョコのお返しに、シルキーホワイトなバイクはいかがですか？はい、喜んでいただきます。で、肝心のお値段は？スタンダードカラーは、税込み99万9900円だ。価格表記では、ほぼ100円単位は切り捨てられてる。車種によっては500円って設定もあるけど、900円設定は初めて見たな。100万円を切るってこと？ってのが一つの目標だったのかもしれませんね。意欲的な価格設定だな。青月電子代の予想価格はいくらでしたっけ？北米価格8999ドルを1ドル109円で計算した、98万891円だったな。おう、何のひねりもないけど、結果的には近い価格になりました。ヤマハ頑張った。で、60周年記念カラーは？税込み105万4900円だ。スタンダードとの差額は5万5000円だな。この金額なら、私なら記念カラーモデルに乗り換えますよ。MT-07 を予約したら R7 が発表になって、さらに記念カラーが発売されてと、後出し戦略に泣いた人もいるかもしれないな。ライダー泣かせなメーカーです。ちなみに、R7 はエクスクルーシブモデルとなったので、YSP か認定店での販売になるな。地元に YSP がないエリアは、ちょっと困りますね。三重は1店舗だけだからな。カラー&デザイン。スタンダード版のカラーラインナップは北米版と同じだな。ディープパープリッシュブルーメタリック C、ヤマハブラック、60周年記念カラー、です。60周年記念カラーって、何が違うの？ヤマハレーシングマシン伝統のカラーリング。シルキーホワイトがベースだ。WGP 参戦60周年記念エンブレム。ペライチじゃないぜ、立体だぜ。ゴールドカラーの前後ホイール。もちろん、スピンフォージドホイール。バフクリア仕上げのアルミ製アンダーカバー。渋い変更だ。何期にゴールドのヤマハエンブレム。全然やらしくない。クラッチ、ブレーキレバーのブラックアウトか。見た目が引き締まるぜ。ってところだ。エンブレム、ホイール、アンダーカバーにオプション設定はないからな。当たり前体操。しかしこの60周年記念カラー、カウルがエロくていいな。ホワイト貴重な分、カウルの凹凸で影がついたり、カウルから覗くフレームやエンジンに存在感が出てるな。R7 買うなら記念カラーでしょ。HP の写真みたいに、ジャケットやパンツも同じ色に合わせたくなりますね。じゃ、お次は欧米仕様と国内仕様を比較しながら、スペック考察といくか。仕様の違いがないことを祈ります。車両サイズ、足腰回り。では、比較表、ドン。おう、見事に同じですね。よかった。して、R7 の特徴は？合成バランスをチューニングした軽量ダイヤモンドフレーム。新設計 41mm インナーチューブの倒立式フロントサスペンションは、プリロード及び伸び側、厚側減衰はフルアジャスタブルだ。リアはリンク式モノクロスサスペンションで、ショックユニットは、減衰特性、バネ定数 OIZFR7 用に専用開発だ。ブレーキはブレンボ製だぜ。フルードタンクがスモークじゃないのが少し残念ですね。エンジン。こちらも同じですね。いつも通り、国内仕様では小数点以下表記がないので、多少数値が変わってますが、お気になさらず。エンジン仕様は MT-07 と違い、スロットルプーリーをハイスロットルか。さらに二次レ仕様を、MT-07 の 40-36-2.687 から、40-26-2.625 へと最適化されてる。何人たりとも私の前を走らせないわ。誰よりも早く、それっきゃねえぜ。主要装備。変わってるかな？アシスト&スリッパークラッチ。クイックシフター、オプション設定。専用デザインのフル LCD メーター。です。はい、全く一緒。R7 も MT シリーズと同じく、海外向けで発表された内容と同じ仕様で乗ることができるぜ。良い時代になりました。販売台数。
YZF-R7ABS は、年間1100台、記念カラーは400台だ。ちなみに、MT-07 は年間700台、MT-09 は SP と合わせて年間1400台だな。販売台数が MT-09 を上回ってますね。MT シリーズ発売後でこの台数なのは、売れるって確信があるんだな。今年はヤマハは、最後まで気が抜けない、攻めの1年でしたね。まとめ。販売台数からもわかるように、MT-07 の単なるバリエーション車ではなく、走りに必要なパーツを組み込んだ、R シリーズにふさわしいバイクに変わってる。MT-07 ベースとしながらも、A スクラッチやクイックシフターを搭載してきましたからね。ということは、XSR700 や MT-07 にも装備できるってことかな？ま、物理的にはできると思うけど、メーカー的には R7 とは違う思想を持ったバイクだからな。どんな思想なの？それは、青月電子大の XSR700 動画をチェックだ。ま、勝手な思い込み考察だけど、一つの考えとしてご覧くださいね。ご意見、ご感想、チャンネル登録お待ちしております。では、今回はこの辺で。それでは、See you!